どうもお疲れ様です。今回ね、創価学会が X のトレンドに乗ったりね、それから YouTube 動画が、まあ、いろんな方の、まあ、バズりを見しているのっていうのは、まあ、実は創価学会の、まあ、重鎮といいますかね、大物の中で粟田進さんって方がいらっしゃるんですけども、まあ、私もね本当 2,3 日前まで全く知らなかったんですけども、この粟田進さんが、まあ、YouTube でね声明を出していて、公明党をね解体するとかね、もう山口夏夫をねなんとか辞めさせるとかね、まあそういうふうにはっきり言われてるんですよね。まあ、あの創価学会の方がその方針を取っていなければ、もう除名になるような感じの発言ですよ、これは。だからそのぐらいをかけて池田対策さんの思いを伝えようと思ってるんじゃないかなと思いますし、逆に言うと公明党とかね、山口夏夫さんはもう完全に創価学会の考えなんていうのは無視して、もう私利私欲に走ってね、もう自民党の傀儡になってしまったんじゃないかなと思います。ついさっきも山口夏夫さんの会見があったわけですけども、政治資金規正法のね自民党案に対して、まあ、それでいいんじゃないのみたいなことを言われていてね、もう全然穴だらけっていうか穴そのものの改正案なんですよ。これじゃあ自民党の裏金と統一教会とのね癒着っていうのはこれからもべったり続いて、日本国民は苦しむばっかりだなっていうのに、結局、公明党もねハンコついちゃったみたいな、もう弱腰でね茶番すぎるということはね思いますね。まあ創価学会もいろいろありますね。はい、じゃあ億万長者合宿まだまだ続けていかないといけんですね。創価学会のメンバーさんもみんなが億万長者だったらね、いさかいは起きないのかもしれないですね。それじゃあ。